こんにちは、辰野の八木翔優です。今日は姫路市にやってきました。姫路市の元塩町にある力持ちさんのお店にお邪魔させていただいております。こちらがお店の玄関ですね。入り口のところになります。こういったメニューがディスプレイで展示されています。それからこちらの入り口の脇にあるこの石臼ですね、下が少しコンクリート製になってまして、その上に石臼を乗せてらっしゃるような形ですね。つい最近、この1年前に新たに機械が壊れたので新調されたそうですが、この石臼は60年間、1年前の60年間、現役として、使われていたそうです。とても、長い間、60年という長きにわたって使われていた石臼ですね。とても年季が入っております。ぜひまたこちらの石臼を見てやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。